石油の金持ちって言ったら、なんか俺株やんないけど、やばいらしいね。大丈夫俺株やってないからわからないけど、なんかその株価が暴落して、とんでもないことになってるっていう。で、今一時的に円高だっつって。大暴落っていう。ちょっと、どれぐらいやばいの俺マジでわからないんだけど、やばいの。教科書載るレベルうん。やばいの。ねえ。今日だけでマイナス30万。うん。 教科書載りますねそんなにやばいのちょっとトイレ行ってからちょっと聞かしてうん、なんでそういうことになったのかとかさちょっと詳しく知りたいわ、うん、この前さなんかさ株やった方がいいよとか言ってさコメント書いてるやついたじゃんいや石川も株やれよとか言って「やんなくてよかったーねえ株株株株株とか言ってたじゃんで俺株とかさ仮想通貨とかああいうのよくわかんないけどさっつってで「株と仮想通貨は違うぞ」とか言って「ねえいや株はやった方がいいだとかって言ってたけど「<laughs> うわ、<laughs> ねえや <noise> <noise> んなくてよかった。カブ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 。ねえ。カブ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 。なあ。ちょっと教えて。そのカブ。どれぐらいやばいのかがわからない。その、今日のその暴落っていうのが、なんか他で例えてくれないわかりやすく。東京カブが大暴落。もうだって、ヤグートピックの一番上にあるやん。 ふわちゃん一番下だよだって投稿めぐり、ふわちゃん、オールナイト、日本ゼロを休止が一番下で、ね下から三番目にバレー、男子、イタリア逆転負けで、で、その一番上に東京株が大暴落、経済への影響はって書いてあるけど、ねそれ、あの、株の世界で言うならば、どれぐらいやばいことなのその株の世界で。ねリーマン、え、リーマンショック以上なのリーマンショックって俺が大学生、大学院生の時だよねリーマンショック。え、そうだよね。 あの、氷河期の ?20 年に1回。そうやんね。そんな時だよね。ノリラジがどうせ1000人切るぐらい。いや、深夜いつもそうやん、外部で。そんな毎日やん。ゲームやったら500やて。10分の1やて今、今ほんな千1000人切るぐらいって、ほぼ毎日深夜切っとるて、ゲームやったら。誰もコメントがか,から、アクティブゼロだからね。ずっと一人で、あの、広いフィールドをキャラクター動かしてて、音楽流してるだけなんだから。 いつもやって、それは。別に。それ、株が大暴落じゃなくて、閲覧が大暴落してんだよ。ね株じゃねえよ、お前。いつものことだし、しかも。やめてよ。上がったり下がったりなんだから。ね上がってんの、下がってんのって。みんな、起きてるって。起きてるーっ,つって。ねえ。いつも。やばいんだ。これ大丈夫これ影響してる人、リスナーにもいっぱいいるんじゃないの 政府関係者の発言、アメリカの利下げ発言、日本の利上げ、これで影響で下がった。結局、下がったのはみんな売っちゃったから下がったってことでしょそういうなんかアメリカの発言とか、いろんな発言とかを鵜呑みにして、あこ怖っと思って、下げその売り始めた人が出てきたから、他に持ってる人も今売っとかないと自分も損するわって言って、どん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 一気に売っちゃったからとんでもない。 先幅になったってことだよね。でも何を周りが言ってても誰も売らなかったら下がることはなかったってことでしょそういうことだよね。けど、うのみにして売りが進んでしまったってことかね。で、逆に明日上がるんじゃないのってめっちゃ下がったから。あ、今が買いだって人もいるんじゃないだって何千円も違うわけだから、バコーンって下がったら今買ったらまたちょっと上がるかもしれないじゃん。まあもっと下がるかもしれないけど、明日も下がる予想らしいよ。 でも、それもさ、下がるって言,言えばさ、もっと売る人がいるから、買う人が出てくるんじゃないのそれもさ、予想でしょだって。台風の死の予想と一緒でしょ,でしょ本当にそうなるか分かんないでしょだって。うん。下がるって言えば、売るやん、みんな。だからみんな、うわこれ分かったあ、うわ落ちてきた。ほら。日本が落ちてきた。分かった売らせようとしてんだ。ほんで、今まで買えなかった人が買い占めてコントロールしようとしてんじゃないの今、日本人の手元から株を売らせて、 ビビらせて株を売らせて、安くして安くして安くして全部買われちゃうんじゃないのそしたら日本をコントロールされちゃうんじゃないやべえ奴らに。そういうことでしょそうじゃん。だって、そんな感じしないあとこれ。なんからんでる奴がいるでしょだから今、日本の売国人とかアメリカ人とかが結託して、そうやってみんな言葉合わせて不安を煽って、売らせ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 て、全部ガボーじゃない。 やばいんじゃないこれ。だ、今後がやばいんじゃない今じゃなくて、俺。みんなが手放した株を今度誰が買うかってところが一番大事なんじゃない今までみんなが持ってたから良かったものの、出しちゃったら、次買う人がいるわけですよ。だってイストリーゲームなんだから。のりちゃん買い占め、いや、3株ぐらいしか買わない。ちっちゃいやつ。うん。ちっちゃいやつ3株ぐらいしか買えないうん。ちっちゃい、ちっちゃいやつ。<laughs> そう。<laughs> 少なすぎ。<laughs> ねえ。 ちっちゃい、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。ビットコインもだって下がってんでしょだって。見たもん、俺、ニュース。ビットコインも落ちてるって。ビットコインも,も。どれも落ちてるって。ほ円だけは、ちょっと上がったんでしょだから今、あれじゃない日本に観光に来てる外国人とか大丈夫やろ円高になるってことは。だって、円安だから、ラッキーっつって、あの、外国人が日本に旅行に来てるわけでしょもう、ブワーンって円高になったら困るの、外国人だよね。 ま、でもそこまでは変わってないのかどうなの140円ぐらいで、円高で困るのは海外で仕事してる人たちか輸出。輸出だよねそうだよね車産業とか。まあ、先にコメントでの香川が1何0万とかね。まあ、香川クラスやったら1何0万ぐらいはもうある意味ネタみたいなところあるからいいやろうけど。例えば本格的に株やってる人たちとか大丈夫なのかな株価が下がる。資産が減る。お茶バする余裕がなくなる。石川どれが生る。それは大変だ それはまずいよ。株価が下がって資産が減ってお茶漠する余裕がなくなって、石川の竜気の給料が減っちゃうの。えでも、俺、月一だから大丈夫じゃない毎日お茶漠をもらったりとか、ふわっちやってる、TikTok やってて、バトルやってる人は影響あるかもしれないけど、俺だって月一で影響って、そんなないでしょう ?500 円の影響って。500円って、その500円の人絶対株やってないもん。 うん、はあ。ないでしょ、さすがにそれは。う、は、ん、あ。今日だけやし、だって毎月一回で。そんな、そんな、投げない言い訳やん。株が暴落したから投げられません。とか言って。ねえ、株やってるやつ、やれるやろ。お茶漠、むしろ。ねえ、今日お茶漠すきめちゃくちゃ多いわ。めちゃくちゃ多いって、お茶漠今日。今年一多いよ。うん、逆に。 パッと見た感じだと、いや、あの、めちゃくちゃ多いよ。そう、逆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 。今切ってもいいぐらい多いよ。そう、ま、夜中来る人もいるからつけ取るけど、いや、めちゃくちゃ多いよ。え、大丈夫だったあの、言える人で、あの、損した人いる損した人。どれくらい損したとかさ、今日一日で。今日損しましたって人。株やってる人で。影響を受けた人。言える人。5 3 0いや、でも、でかっ。でかっ。 60、うわ結構いる三、ね、3桁前、めっちゃおるね。100万失った人、ツイッターフォロワーでいる。ソフトバンク下が,がりすぎ。え、どうするの明日どうするの売るのもう、もうここまで下がったらしょうがないっつって、もう、もっとくもんなんどうするそれでももう、マイナスだから逆に買うの。先週からだと400。売る人が多い。売らない。買い増しする。へぇ上,上がることを見越して、今もう負けてから、 買っっててて増やしてってことか今持ってるものは下がったけど、ここで足すものは今そこで買ってるもんね。買いましょうもやめた方がいい。そういう人もいるんだ。ここで買わずに使うの。あのさ、ちょっとごめん、あのー、まあ、違うものなんやけど、普段パチンコすると俺めちゃくちゃ言われるのバカだなとかね、負けてばっかりで、お前らもうバカじゃないの。ね、だいぶ株やってるやつも。まあまあバカだね。ここで買うとか。 足すとか、増すとか。いや、なんか、違うところで戦ってるだけで、なんか脳みそ変わんない気がしてきたけどね。うん。ギャンブルやん。なこの暴落を待ってた人もいる。あ、待ってる人もいるんだ。そっか。今まで勝ってない人はここがチャンスなのか。そうか。待ち続けていた人もいるんだ。こうなることを見越してってこと。いや、それはすごいね。予想してたってことなんで予想できるんだろう。いや、面白い、確かに。 なんか一番下がったところで俺買いたい。そしたらだってまた4万円になる日が来るわけでしょめっちゃ下がったところで買えば、またいつの日か持っておけば4万円になる日が来てそこで売ればも、も儲かるやないですか。そう。<laughs> 3株。ちっちゃいやつちっちゃいやつ3株。<laughs> 3株くださいっつって。ね、でもさ、いっぱい買わないとさ、得なくないほんな1個買ったって、1株買ったって。そうよね。 量買わないとさ、増えないよね。で、その分下がったら打撃もでかいけど、うん。もうほんと、競馬と一緒だよね。資金力、軍資金持ってる人が強いよね。強いけど弱く回るよね。マイナスになった時とんでもなくでかいけど、勝った時もとんでもなくでかいよな。利が出たら。いや、むずいな俺ビビりだからできないかも。だって、そんなんできないったら競馬で2万とかで勝負せんもん。 いや、石川の利益の収入で2万ってと思う人いると思うんだよ。お前、競馬配信たまにあげやったらどんと行けよってけど、俺、ビビりだから、ようやらんのですよ。ああいう競馬とかで10万とかもうもっぺらなくて、怖くて。いや、あのー、旅配信とかでは使えるんだよ。だけど、ご飯とかはいっぱい使うんだよ。好きなもの食べるために。でも、競馬とかだと2万とかになっちゃうの。怖くて。だから株も向いてないわ。ビビっちゃって、もう本当にもう、ちょこっとちょこっと利益出たり、ちょこっとちょこっと下がったりみたいな感じだと思う。 だって加藤純一はイクイノックス1000万だって俺らの10万ぐらいの感覚やもんだってそんな。それは違うでしょだって1000万なくなったってほんなら家でゲームやってるやろのとこが。う、は、ん、あ。ほんな10万ぐらいの感覚やもんだって。違うよそりゃ。防衛ラインだからなさらに下がる可能性も全然ある。また明日も早起きして見るってことか。市場が開くっていうのはなんかわからんけどで。でも株で生活できるもんな。うまくやれば。 うん、投資家っていうのか、そういうの株で飯食ってる人たちを投資家っていうの。でもなんか贅沢できないんじゃない怖くて、それこそ。だって、めっちゃ儲かればめっちゃ損する時もあるわけでしょ。だからお金使えないんじゃないのでも、それって。なんか、投資家の人って、利が出たらまたそれも投資しそう。自分にいつ使うのなんか、出たら出た分また回すでしょ。次の投資へ、次の投資へって回すから、なんか T シャツと、 半端で生活してそうだもんだって。なんだかんだ。普通に家で。うん。生活してるって言うけど、だから贅沢するイメージないけどな。怖くないだって。ね。自分に使うのそれ、ちゃんと。ね。そうやつを一生現金ができないの。そうだよね。やめないでしょだって。負けるまでやめないでしょ。だから、登山家と一緒なんだよ。死ぬまで登るんだよ。そう。どっかでやめないと。いつか死ぬじゃん、登山家も。 株もいつか応存するまでやり続けるんだよ。欲だもん。やめようってならないでしょだって勝ってたら。またやろう、またやろうってなるじゃん。テスタさんは使いまくってると豪語してる。へー。取り憑かれてるじゃん。株に。だって、また勝ちそうってなるもんね。一万買ったら、二万、2万買ったら。だって、2万で終われないじゃん。じゃあ1万が2万だってやめます次4万目指すでしょ。 4万8万みたいな、バイバイゲームみたいな感じで、次行ける、次行けるってなって、でもそれって、負けるまでやるじゃん。だって、ドラクエのカジノ、負けるまでやるでしょ。あれ。ドゥンドゥンでゥンドゥンドゥンでゥンド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 ゥンでゥンド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 ゥンとか言ってさ、ゼロになるまでやるやん。そう。途中でやめられないじゃん。だって、ドラークエも。そう。 プラスになったらやめんの。理覚とか。あとなんか、負けてても、これ以上負けたらあれだからってって、損切りとかって、なんかそういうワードはちょろちょろっと知ってるんだけどね。利益確くて。でも俺、損切りできないかもな。悔しくて。うん。短期の人は向いてない。あ、そう。俺だ。毎日1万とかコツコツ勝つのも大事なの。こまめな理覚は正義。なんか俺、二パターンでいくかも。硬いやつと、ブワブワってこう、こういう。 波が激しいやつを両方やってやるかも一つのやつじゃなくてそうコツ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 株とコツコツ株をキープしつつその負けても痛くない程度を上げ下げでかい方にガツンっていってバーンっていったらボーンって言って波の激しいのと激しくないのをこう2パターンでこうや、ね、ツツツツってこうしてあ負けを小さくするだからあのパチ屋に行った時に ブブブの内子とジャグラーの内子みたいな。ブブブと、あの、ジャグラーと、つって。うん。やるかもしんない。うん。モンキーターンみたいなね。で、余裕出たらカラサイクみたいな。いや、やってない俺。できない。怖いから。うん。そのうち株配信。やろっかな。ちょろっと。死なない程度に。株配信やろうかな。9時に起きるわ、俺。定時が。<laughs> 定時朝9時になる。うん。9時にやるか。朝9時から。 よし木やるぞっつってあそんな一緒に寝こかない俺だって俺昔さ東京市場わかんなくて俺あの豊洲だと思った俺東京市場だと思って そんなに大事なのかと思って毎日市場開いて、魚とかで。そりゃ、ずっと、東京市場だと思って、どこにあるのか分かんなかった俺、これ。そう。東京市場が毎日開いてんの、みたいな。なんであんな会社みたいなところで、モリターがいっぱいあって、市場やってんだろうな、と思って。俺、分かんなかった、これ。東京市場って呼んでたもん。そう。なんもわかんないから。みんなでチャート見てよ。のりちゃん、これ。何チャートって。分かんないもん、これ見て。<laughs> これ見て分かんないもん。 な、な、なんなのこれ。日経、あ、これ日経平均とかしてニュースとかでさ、知ってるけどさ。これなんかスーパー玉での広告じゃないよね <laughs>。違うよね。違うよね。なんか赤いやつがすごい安いみたいな。玉での広告じゃないよな。チラシじゃないよな。むず。これ赤いのがマイナスってこと先物だけはでもプラスやん。あ、これ見てればいいのか。うん。あ、これ多分日経平均マイナス10まで行きますわ。マイナス10まで行く。10ぐらいまで行きそうな気がする、これ。 うん。十、マイナス十。十ぐらいいくよ、これ。マイナス十ぐらいまでいくんじゃない十。しんちゃうわ、まあ、マイナス十が何なのかわかんないけどで、でも全部マイナスだね。トピックス。グロースって何これダウ平均。ナスダック。ナスダック聞いたことあるな。ナスダック。どれ買うこの中で俺だったらどれ買うかでもなんかやっぱり、アメリカの発言 が影響でかくて下がってるんでしょだとしたらユーロとか他も下がるんじゃないの影響を受けて。なんでユーロは買わないな。なんかもうちょっとなんか下がりそうな気がするから。まだ下がるのを見越して今は買わない。だからこういうのは手出さないかな。で多分アジア全体下がってるんでしょってことは、上がってくるのは先にアメリカじゃないのアジア下がって。で、その下がったものをまた戻そうとする動きがあるから、アメリカのじゃないの で、アメリカが上がりそうだなって思ったら、日本も多分、あの、上がる気がするんだよね。だ今、調整してるんだよね、きっとね。調整してるんだろうね。日本もずっと円安だから。で、今、ちょっと円高になって。うん。で、今、ほどいいところを探してるんじゃないのうん。だから、今日ちょっと買って、明日ちょっと買うっす。バンって買うとあれだから、もっと下がるかもしれないから、 これ以上下がらない可能性も見越して今日少し買うっす。そう。ね明日も少し買うっす。そう。ん自分でここだと思ったところに大きめに行くから今日もちょっと買うっていう考えから俺だったら。3株。素人なんですけどね。何にもわからないけど。そんなすぐ売れたりしねえよ、株はよっていう。それは一応せ、あ、そうなのそうなのお前らなんか引き込もうとしてんなあ、でも俺ね、あれだよ、ネットで見たことあるよ。誰かが負けたら誰かが勝つんでしょそういうもんでしょ うん、か素人が手出せば出すほど美味しい思いする奴がいるんだよ。きっとな。うん。きっとな。だって誰かが売れば誰かが買うんでしょ。誰かが買ったら誰かが売ってるんでしょ。そんなもんでしょ。だって。ねえ。絶対養分思考。うん。でえんだよ。多分みんなは俺が養分になると見てえんだよ。そういうことなんだよ。だから痛くない程度にやるのは放送が盛り上がるかもな。ちょっと調べとこう今度。この株配信やろうかな。 おういや、でも上がったらめっちゃ嬉しいな。めっちゃ嬉しいな。おうついになんか、なんかちょっと、グローバル、グローバルだよ。え、お前らダウって知ってるみたいな。ナスダックって知ってるトピックスって知ってる日経平均知ってるとか言えるようになるの今まで配信で一つもワード出てこなかったからね。ここまで。出たことないじゃん。ダウとかね。そう。ナスダックとか。バウとかは出てきたけどさ。ねブーとかはさ。ダウとかないじゃんか。ついに乗り出しでダウみたいな。だってしかも、リスナーがいっぱいいるから教えてもらえるじゃん。 ああだね、こうだね、つって。助言もあるし、いけるかもしれない。でも教えてくれんのかなな、誰か何を本当のこと言ってるか分かんないもんね。でタらめも多そうっていう。騙される。日経新聞。うちの親父が読んでる、日経新聞。俺ずっと実家日経新聞撮ってんだよ。で、親父に聞こうかな。親父日経新聞ずっと読んでるんで。昔から。うん、日本経済新聞。そう。日本経済新聞と中日新聞か岐阜新聞みたいな。うん、結構ね、あの、新聞が多くて家に。そう、政教新聞は撮ってないけどね。 そう日経新聞読んでたからなんか子供の頃から何書いてるかよく分からんないって一番つまんねえ新聞だなと思ってた中日新聞とかギグ新聞とかさなんか漫画あるじゃんコボちゃんとかの漫画あるからいいけどそう日経新聞つまんねえなと思ってあの見てましたね赤旗ねえよのりちゃんが買った後にリスナーが買ったらのりちゃん儲け出るよっていうそっか価値が上がるってことか早朝・申さて同時症妄さてが分からんけどね、うん、でもなんか待ってそれってさそういうこと言ってさやったらさあれじゃないのあの捕まるんじゃないの分かんないけど ねえ、インサイダー取引とかじゃないの、それ。あ、捕まったじゃん。村上ファンドとか。そういう良くないやつでしょ、なんか株を操作するのって。俺買ったらお前ら買ってくれよとかって言ったらと捕まるやつでしょ。知ってるよ、俺、それなんか、オリエモンとかの。なんか、あの、株はいかんのでしょ、なんかそういうのね。えー、団え、談合とかでしょ、なんか。インサイダーではない。みんなで買おうぜとか、みんなで売ろうぜとかって配信で言ったらやばいんじゃないの。大丈夫なの、それ。 今お前ら買いてきて顔顔顔顔顔とか今売れ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 とかって大丈夫やんそれ配信で言ってまあそんなさちっぽけな影響かもしれないけどダメダメじゃん何も面白くないじゃんそれ何も言えねえじゃんでそうそれはピクリともしねえんだけど言うことがアウトなんじゃない石川ファンドを作ればいいっていや捕まるやんそれ捕まる前提よ私はいつまでもやりますよよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でしたセンキュー